硬化、骨盤のズレの矯正、右肩、右骨盤の後傾の矯正、壁や柱に骨盤を固定するように行いましょう。右脇腹の筋肉が伸びるのを感じながら、左膝をやや曲げて、体重を左膝に乗せていきましょう。二足長くらい開けましょう。右肩と右かかとが一直線上に来るようにしましょう。仙骨で圧を感じ、骨盤全体で壁を押しましょう。右アキレス腱の伸びと同時に、右脇腹の伸びも感じましょう。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録してくれましたか？まだの方はお願いします。概要欄もチェックしてください。丸一とかって言った方がいいですか？なんか黙ったな。右肩と耳。短っ。1分ないよ。